もニューヨークと申します。お願いします。ありがとうございます。ね、もう我々もニューヨークと申しましてね、はい、もうお互い30歳超えてるんですけどね。そうなんですよね、そろそろもうちょっと結婚したいなと思いましてね。まあまあ確かにそういうことですよね。いやでも結婚は大変よ。それは大変やけどやっぱ幸せになりたいからさ俺は。いやでも何が大変ってね、まあ奥さんの家族とこう仲良くするのが大変だと思う。ああ、そういうの俺全然できるね。できる、仲良くなるの。奥さんの家族とかと俺全然仲良くできる方やから。あ、それは大丈夫かな。俺奥さんの家族がいるから、お前奥さんの実家に挨拶しに来い。あ、実家行ったらいいの、あ、分かった。ガチャお邪魔します。あ、ヤシ君。あ、どうも。あ、どうも。あ、ありがとうございます。はるばる、いつも妹がお世話になってます。あ、お兄さん。あ、いや、こちらこそ。いや、でも、はい、すごいね、ヤシ君。なんすか、なんか頑張ってるみたいだね。いや、全然。なんかちょくちょくあのテレビでも出てるでしょ。あ、まあ、まあ、ちょくちょく。まあ、僕は一回もヤシ君をテレビで見たことないんですけど。え、突っ込んで突っ込んでよ。突っ込んで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 突っ込み、ね、ごめんなさい、すいません、すいません、ね、突っ込んでほしいじゃん。いやいやいや、全然全然。そんなことないですよ。芸人さんってモテるんでしょ。いや、そんな大したことないですよ。浮気しないでよ。浮気、浮気したら僕、はい、許します。許すんかい。それそれそれ、最後最後、つかみつかみつかみ、最後最後。じゃあ今日あの母さんがさ、はいはい、いっぱいご飯作ってるから、うん、じゃあ帰ってください。いや、なんでやねん。最後兄貴おもんなすぎるやろ、おい。この兄貴しんどいぞ。全然おもんないやん。芸人でツッコミだ。あ、いや、ありがとうございます。でも今日外暑かったでしょ。今日暑かったですね、ちょっと。いや、俺のせいじゃねえよ。は？俺のせいじゃねえよ。は？殴られてるやん、俺。暑いなんかあのラグビー日本代表頑張ってんだから。関係ないよ、何やねんこれ。スポーツ好きなのよ。あ、そうなんすか。スポーツなんかやってたの、ヤシ君。僕、空手やってました。空手？はい。これどうしたらええねん、おい。なんやねん、この見たことないおもんないやつ。どうしたら正解ねん、これ。おーい、食らってんじゃん。やってたの、本当に。やば、本当やってたのかな。殺してま、殺してまおうわ、このままやつ。本当やってたの。はい、やってました。あ、まあ、今日ゆっくりしててね。ああ、やっと兄貴どっか行った。屋敷さん、ありがとう。いらっしゃい。ああ、どうも。いつも娘がお世話になってます。お母さん、こちらこそ。ありがとうね、実家来てくれて。いや、全然全然。うちあのアウェイじゃない。アウェイじゃないですよ、全然。大丈夫。はいはいはい。ベジタリアンが焼肉屋連れてかれたみたいにアウェイじゃない。どんだけアウェイなんすか。いや、そんなアウェイじゃないです。大丈夫ですよ、全然。テレビ見たよ。テレビ、あ、何見てくれました。すごいね、ミュージックステーション出てたじゃない。ミュージックステーション。ドラム上手ね。あの、くれないっていい曲ね、あれね。いや、それヨシキね、お母さん。それ XJAPAN のヨシキですわ。僕ニューヨークの屋敷なんで。間違えてますわ。でも、はい、相方さん大変だったわね。相方さんなんすか。洗脳されちゃって、こんな動きしゃくれちゃった。歳ね、それ XJAPAN の。僕ヨシキじゃないんですよ。ずっとヤシキとヨシキ間違えてますわ。うん、まあじゃあ今日はね、ご飯たくさん作ったから、はい、いっぱい食べてってね。はい、いや、動きヨシキなってる。おかんおもろ。なんでこんなおもろいおかんからあんなおもんない兄貴生まれてきたん。ゆっくりしてて。どういうこと。なんやねんこれ。あ、どうもヤシキ。あ、どうも。ありがとうね、来てくれて。いえ、娘がお世話になってます。あ、お父さん、こちらこそ。いや、でも頑張ってるみたいだけどね。あ、本当ですか。いや、全然。ヤシキ君とかのコンビ。あ、いや、全然全然。ワシントン。え、突っ込んでよ。おい、兄貴おもんないのこいつのせいやんけ。突っ込み突っ込みちょうだい。完全にこいつやん。なんかガタいんだね。なんかスポーツやつ。空手やってました。空手。同じ遺伝子やな。完全に同じ遺伝子やわこいつ。なんやねん、おい。あ、すごい。見た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 。すごいね。見たからね。ゆっくりしててね。はいはいはい、ありがとうございます。はい、みんなご飯できたよ。あ、お母さん、ありがとうございます。はい、得意料理の冷やしトムヤムクンカレーです。得意料理おもろいな。冷やしトムヤムクンカレー作るんですか、お母さん。じゃあみんな集まって。あ、はい。じゃあそれじゃあ、はい、手を合わせて、ごちそうさまでした。おもんないな。音おもんないわ。同じよ、俺。俺何もごちそうしてねえよ。やめろそれ、お前。俺何もごちそうしてねえ。全部ツッコミ間違えてるからな、兄貴。いや、ちょっとみんな聞いてよ、今日電車乗ってたらね。どうしたんですか、お母さん。なんか、はい、親子が行って、で娘がね、ママおしっこママおしっこって泣いてるのよ。はあはあはあ、で母親がね、いや、もっと早く言いなさいよって言ったの。はいはいはい。そしたらその娘がね、ママおしっこママおしっこって早口言ったの。おもろいな話。話の尺、まあ、もう素人とは思えへんぞ今の。すごいおもろい。意味わかんねえよ。わかれよ。意味わかんねえから。意味わかんねえよ、お前。なんやね。これエイトスクで殴るなよあんまり。でもあなた、え？今日は実家来てくれてありがとね。あ、嫁。うん。でもね、本当東京23区にはいろんな人がいるよね。なんやね急に23区って。足立たちみたいな中野いい夫婦もいれば、え？アイドル好きのオタクみたいな人もいたりして。え？板橋い事件もあるけど、結局住み慣れたこの町が私たちの港なんだよね。うまいこと言うなよ、おめえ。
嫁ただただうまいこと言うやつやったんかい。なんやねんこの家族。家族と仲良くするの大変だろ。いやもうええわ。どうもありがとうございました。